クリントン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,040人であり、2000年の45,43人から3.7%増加した。軍庁所在地はウィルミントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。クリントン軍はその全体でウィルミントン小都市圏を構成している。 軍名はアメリカ合衆国副大統領を務めたジョージ・クリントンにちなんで名付けられた。クリントン軍は1 8 1 2年2月19日にハイランド軍とウォーレン軍の一部を合わせて設立された。軍名は軍人かつ政治家でニューヨーク州知事、アメリカ合衆国副大統領を務めたジョージ・クリントンにちなんで名付けられた。ゴードン・アラン・モリス、トマス・ジェイ・プリッティ、 リキシー・プリットルの編集したウィリアム・サビーンの子孫によれば、クリントン軍で最初に生まれたヨーロッパ人子孫は、1812年頃出生のウォーレン・サビーン医師の娘メアリー・スチュアート・サビーンとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は412.29平方マイルであり、このうち陸地408.68平方マイル。 水域は3.61平方マイルで、水域率は0.88%である。群領域の全体がリトルマイアミー側の流域に入っているが、最東部のみはサイオトの流域にある。地形的には氷液度平原にあり、平坦であるか穏やかなうねりを伴っている。北側3分の2は、ウィスコンシン氷河時代に氷河に覆われていたが、 南三分の一はさらに古いリノイ氷河時代に氷河に覆われていた。そのような氷河作用の違いは、モレーンやケームといった地形の違いで識別できる。軍の標高は1050フィート近辺にあり、これと標高差が200フィートになるような地域がいくつかある。クリントン軍の気候は湿潤大陸性気候にある。オハイオ州南部では気温が冷涼で雨量が多い方の軍であるが、 他の群との違いは微小である。年間平均降水量は42インチであり、これには降雪量30インチが含まれる。7月の日間最高気温は下肢80度台、半ばから後半であるが、下肢90度を超えることも稀ではない。最低気温は下肢60度台である。1月の日間最高気温は下肢30度台半ば、最低気温は下肢10度台まで下がる。 一桁、あるいは、下肢零度以下になることもある。週間高速道路71号線が、軍北部3分の1の地域を、北東から南西に走っている。この道路は、州都コロンバス市と新シシナティ市をつないでいる。クリントン軍はシ、新シナティミドルタウンウィルミントン広域都市圏に、含まれるが、真に、都市的な活動は少ない。 アメリカ国道68号線が軍内を通る南北の幹線道22号線が東西の幹線になっている他にも州道や地方道が軍内を通っている以下は2000年の国勢調査による人口統計データであるクリントン軍庁舎は1915年にウィルミントン市メインストリート東53に建設されたクリントン軍ウィルミントン公共図書館は ウィルミントン市にある管理事務所と本館およびクラークスビル村にある支所で軍内のサービスを行っている。2005年1万7000人の登録利用者に16、増書数は6万4000冊以上、定期観光物は90種以上ある。クリントン・軍図、クリントン軍は下記13の軍区に分割されている。下記の教育学区が軍内の公共教育を管轄している。 太字体は主に軍内にあるもの、社自体は主に他の軍内にあるものである。軍内には、港湾湖州立公園があり、各種アウトドア活動を楽しめる。軍の北西軍境は、シーザークリーク湖となっており、シーザークリーク州立公園の一部である。ここも、港湾湖でも、化石の収集が盛んである。ウィルミントン市にある、ウィルミントンカレッジは、 NCWA リビジョンさんに入っており、行事には一般大衆も参加できる。軍内ではクリントンとおモロコシ祭りが開催されている。プロスポーツの世界ではシンシナティ氏のチームを応援している。野球のシンシナティレッツやアメリカンフットボールのシンシナティベンガルズが多くの軍民に支持されている。シンシナティ氏は軍内のどこからも車で1時間以内で行くことができる。 ありがとうございます。